スキロス島は、エーゲ海、スポラデス諸島にある、ギリシャ領の島。古典ギリシア語の発音に従えば、スキロス島と表記される。スポラデス諸島の東南端に位置する島。面積は209キロ平方メートルで、スポラデス諸島では最大。人口は2003年現在約3000人。スキロス島の北側は森に覆われていて、そこには、 この島の最高標高地点である、オリンポス山がある。一方、南側はコーチラ山がそびえていて、岩だらけである。島の中心地の名前も、島と同じスキロスである。主要港は、西海岸のリナリア。スキロス島には、ベネツヤ人の占領期間に建てられた城のほか、東ローマ帝国の時代に建てられたセイゲオルギウス、修道院。 トリス・ブークス港にあるイギリスの詩人ルパート・ブルックの墓、パレマーレーには、青銅器時代の考古学的遺跡、さらに海岸には、多くの砂浜がある。スキロスポニーはこの島でしか飼育されていない。紀元前2000年頃からしばらく、この島は、マグネシア人の島として知られていた。マグネシア人以降、この島には、ペラスゴイと、ドロピア人、続いて、 スキロス人が住み着いた。ギリシア神話では、テイセウスがこのスキロス島で死んだとされている。紀元前475年、アテナイの将軍、キモーンが、ドロピア人を破って、島全土を征服した。元々の住民たちは奴隷にされ、代わりに、アテナイから来た入植者が島に住み着いた。その時からデロス同盟の一部になり、後には、アテナイ帝国に組み込まれた。 キモーンは、テイセウスの遺骨を発見したと主張し、それをアテナイに返還した。紀元前340年には、マケドニア人がスキロス島を接収し、その支配は、紀元前192年に、ローマ帝国軍とピリッポス五世がアテナイに返還するまで続いた。スキロス市は、中央ギリシャ地方、エビア県に属する基礎自治体である。スキロス島のほか バラクサ島、スキロプラ島、サラキの島などの周辺に小島所も地域に含む。内は人口を示す。スキロス島へのアクセスには、エビア島の君からのフェリーがある。ありがとうございます。